には佐藤入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。ここで勝ち越せればその後の展開も楽になってきますね。うん、なるほど、そうですよね。これが初球、初球はストレート決まっています。赤星さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんでしょうか。打ち方というよりもまずは低めのボールを捨てて高めのボールを狙うことができるかですかね。なるほど、そうですか。ボールになります。低め外れています。3対1。さらに三塁二塁のチャンスが続きます。さあ勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いや、見事なバッティングでしたね。序盤からリードを取ります。このまま優位に進めていけるんでしょうか。さあそして打席には佐藤入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。うん、なるほど、そうですよね。右中間へ持っていった、大きいぞ、伸びる、入った、ホームラン、佐藤ダメ押しの一発、満塁ホームラン。素晴らしい一振りでした。追加点が入りました。タイガース9対1。らしいホームランを見せてくれました。ベンチではチームメイトに祝福され、喜びを分かち合っています。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いやー、うまく打ちましたね。これはすでに勝敗決まったか。しかし野球は最後まで何があるか分かりません。タイガース4回裏の攻撃になります。打順は5番佐藤。先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙って打った、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。レフトスタンド中段に飛び込んだ。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、11対1。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。バッターボックスには5番佐藤。先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね。ボールになります。次が3球目。この打球は切れてスタート出ました。ファールボールです。ファールボールにご注意ください。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。セカンドランナースタート、キャッチャー送球して5番バッター佐藤。今日はここまでホームラン2本を含む4安打を記録しています。いやー、今日は大当たりですね。すさまじい集中力を見せています。いいコースですが外れています。打った、これはいったでしょうね。打球伸びている、伸びた、入った、ホームラン、スリーランホームラン、大量リードをさらに広げる大きなスリーランホームランになりました。追加点が入りました。タイガース、クリーンナップから飛び出した一発になりました。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。